東海市出身の平松かな子です。今年もウィンターイルミネーション in 太田川のスペシャルサポーターに就任しました。ウィンターイルミネーションの情報をお伝えして皆さんと一緒に盛り上げていきたいのでよろしくお願いします。皆さんはウィンターイルミネーション in 太田川2021を見に行きましたか？すっごく綺麗ですよ。2022年1月10日までの夕方4時30分から夜の11時30分まで点灯しますので、ぜひ足を運んでみてくださいね。まずはどんでん広場です。太田川駅を東側に出てすぐのところに見えました、巨大な10メートルのツリーです。今年は噴水を越えてすぐ円形の部分に設置されましたので、太田川駅から東側に出てすぐのところに見えますよ。続いては大屋根広場。毎年恒例の空から光が降り注ぐような光のカーテンが天井から吊るされています。去年までは水色でしたが今年は青色になりました。風に揺られて青色のお星様がキラキラしているようでとっても幻想的です。そして今年の見どころポイントその1、横幅が9メートルの巨大タペストリー。見上げると迫力があるしすごく綺麗で思わず写真を撮りたくなります。そして見どころポイントその2、光と音のショーです。少しご覧いただきましょう。今年は青いライトでとても異世界な感じがして私もすごく感動しました。すっごく綺麗ですよね。ウィンターイルミネーション in 太田川2021は1月10日まで光り輝いていますので、ぜひ東海市の名鉄太田川駅前に訪れていただき、写真をたくさん撮影して東海市の冬の思い出いっぱい作りましょう。ぜひハッシュタグ東海市イルミ2021とつけてイルミネーションの写真を SNS に投稿してくださいね。